アフマドシャー一世の恋インナーシルティーインガアフマドシャー一世は、西インド、グジャラートスルターンアサの君主。グジャラート州の主要都市アフマダーバードの名は、彼の名、アフマドにちなむものである。アフマドシャー病のモントビラアフマドシャー病の内部1411年、祖父であるムザッファルシャー一世が死亡し、その孫であるアフマドシャー一世が王位を継承した。1413年、 アフマドシャー一世は王朝の首都をパータンからサバルマティ下カハンの自身の名を冠した都市アフマダーバードへ選とした。アフマダーバードはその知性に基礎が築かれ、以後グジャラートの重要都市であり続けた。またアフマドシャー一世は行政を改革し、グジャラートにイスラーム教を広めた。彼は長い知性の間に貴族らを支配下に置き、統治を安定させることに成功した。 アフマドシャー一世の知性、グジャラート・スルターン・アサの基礎は固まり、王朝はその名を取って、アフマド・シャーヒー朝とも呼ばれるようになった。アフマドシャー一世は、王国の領土を拡大させるため、バフマニー朝やマールワスルターン・アサと争い、後者と特に争った。また、グジャラートや、ラージャスターンの境界にある国々や、サウラーシュトラにあったラージプート諸国にも支配を広げた。 ラージャスターンでは、イーダルの強力な城を抑え、ジャーラーワル、ドゥーンガルプル、ブーンディーの諸国を支配下に入れた。アフマドシャー一世は、グジャラートのヒンドゥー教いたずらにジズヤを課した。また、北部グジャラートのヒンドゥーの巡礼地、シドプルを攻撃した際には、その地の寺院を破壊した。そのため、中世の歴史家の多くは、アフマドシャー一世を、異教徒たちの大いなる敵と呼んだ。 アフマドシャーはヒンドゥーの寺院を破壊し、カタクナにイスラームの信仰を守っていたが、当地においてはヒンドゥー教徒を多く登用したことで知られる。バニアーに属していたマーニクチャンドやモーティーチャンドが大臣となったのも彼の知性である。1443年、アフマドシャー1世は死亡し、ムハンマドシャー2世が王位を継承した。ありがとうございます。